の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ。何でもできるんだな、ビオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。ご苦労は諸君。超えてけよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん。ではこのまま加速進路に入る。諸
ノコグナも送るな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょ。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。機関が襲われてる。畜生、やらせるか。無反応。どうする。データベースが変わった。ファイルーム新型。また新型かよ。ミオのデータベースって古いんじゃないのか。そう、姉さんと違って私が特殊で脱走したから、全ての情報を持っているわけだ。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってる。あなたの恥ずかしい気。そんなもん、に今はそれどころじゃないだろう。Thank you.
データベースがファイルーンの新型。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そうよ、姉さんたちがする立場先で脱走したから、全ての情報を持っているわけだ。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに言ってる。あなたの恥ずかしい話だ。そんなもん、今はそれどころじゃないだろ。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ。帝都君、ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたい。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。ヘイト君、この信号、機関リタ・アクシスだと。それでは彼らは、あの決戦艦隊だというのか。なんだって。でも、グラートさんは。今いるの、迎撃しなさい。くそ、うまく脱出してくれよ。ジュニステック機関から高エネルギー反応、手法をくれ。ちゃんと見えてるぜ。どうした、リオ。その後の簡単なルーツを作り出したまがいものよ。これはあの時の会議。
超える。私たちのパパの叫びが決戦艦隊の最後を出したのはファイルンだ。他ならぬ地球人騎士。君は一体何を言っている？説明しろ。うるさいわ、このメガネハゲ。バーンゲではない。これ遊っているのだ。そんなこと言っちゃダメだってパパから怒らなかったのか。いいか、もう一度君の貴様に一週間看板清掃をさせてやる。もう行っちまったぜ。やっぱ機関はでかいな。さすがのあなたでも切る気にはならないかしら。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、放置すれば有限に放置する広大くらいの山らかな気持ち。とどめは我が艦に任せてまえ。発展キャノン撃ち抜け。あの時もそうだ。同じ連合軍の手によってビターアクシスは落とされた。あれはアイルーンだ。ミオは知らないのに。競技会の練習は決戦艦隊を送り込む傍らで、極秘裏にハイルーンと交渉を続けていた。そして優先協定が結ばれ、競技会はハイルーンが望むものを差し出す代わりに仮初めの安寧を得、ハイルーンを決めた。キス、ハイルーンは人体ストップ。大正解。かくして地球を守るために使わされた勇者たちは一転、カイルーンに捧げる雲へと変わります。私たちと同じようにね。それで仲間割れを失ってるんだ。勝ってる。
無償を切る。私の可愛い。ここは放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ放り出すとか。本当にやれかねないだろ。違う。それでも食べて相手は変えない。よ、大丈夫。奴らは自らを使いたすぎた。命をどう扱っていいかもわからないわ。人間の方がよほど怖いわ。そうですか。そんなこと。そっか、私たちもう違っちゃったわ。まるでアーセンと清美の愚かな仲間たち。私の何者パパも清美。私は、迷うな、フィオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。